お疲れ様です、ポンタです。今日も信長の野望を波動実況していきたいと思います。はい、チャンネル登録、いいね、コメントよろしくお願いします。今日はですね、サブアカ問題について話していきたいと思います。はい、これですね、まあ言おうかどうか迷ったんですけれども、まあ、情報を広げるというほどには影響力もなのでいいのかなというところで、の公式さん何とかしてよという思いでですね、います。はい、注意喚起という意味でも、実はですね、信長の野望波動はサブアカ作り放題なんですけど、でサブアカ作ってですね、僕も同じ一門に入れて人数増やそうかなと思ったぐらい、まあ、サブアカ憧れの存在なんですけれども、で実際規約でも違反はしてないんですね。違反はしてないんですけれども、それですね、悪用するケースが今めちゃめちゃ増えてるですね。大きく分けて3つあるんですけれども、はい、1つ目がですね、まあ、寄付ですね。まず自分でこう領主を作って、でレベル5で自分の一門に加入できるんですね。で加入して思いっきり持てる限りの最初のですね、リセマラ後のたっぷりある資源を寄付して、でアカウント削除して、でまた新しく作って、で領主になって一門に入って漫画寄付してっていうのを繰り返して一門レベル上げるっていう、一門レベルチートっていうのがサブアカで流行してます。これちょっとですね、良くないなと思っていて、真面目にやってる一門が弱いまんまで、まあ、強い一門がですね、どんどん強くなっていくみたいなのは良くないなと思います。はい。これ2番目。これがですね、一番嫌だなと思ったんですけれども、まあ、適当にですね、作ったこう領主が、ちょうどですね、敵大名とか、手掘り出とかですね、その辺のところに誕生しましたら、レベル5に上げて、自分のメインアカの一門に入って、そこにですね、みんなで一問みんなで飛んでいって、そこからどっと奇襲すると、で食い荒らしていくみたいな、そういうのがあるらしいんですね。はい、これをやられるともうたまったもんじゃないですよね。砦とかちゃんとカチカチに固めてたのに、よくわかんないところから敵が湧いてきて一気に食い破られるって、忍者じゃないんだからって感じですよね。はい、裏切りとか、まあそういうところシステムを落とし込まれてたら防ぎはあるんですけれども、オートメーションで生まれたサブアカのところからワープしてくるっていうのはちょっとよろしくないなって思ってますけれども、はい、これ結構やられたっていう人もいるみたいです。あと3つ目ですね、これがもう本当にもうサブアカって何なんだっていう話になるんですけど、まあ、敵の大名の部下になって、もう真面目な一門として活動しながら情報漏洩とかをしたり、また領地をですね、荒らす、はい、資源地とかをわざと取ったり、通せんぼして通せないとか、そういう感じでですね、はい、サブアカを使って敵の大名家を混乱に陥れるみたいなやり方もあるみたいです。なんかどうもこいつら味方なのに味方の領地荒らしまくって、こいつ喧嘩売ってんのみたいな人いると思うんですよね。ちょっと通りますっていうならともかく、自分の資源地とかをガツガツ取っていくみたいなやついるじゃないですか。これ結構敵のスパイの可能性もあるらしくて、はい、めっちゃ嫌だなと思います。敵のサブアカですね。もうこれは正直僕プレイヤーを攻める気になれないんですよね。やっぱりやれるとなったらやるやついますもん。はい、もちろん推奨してるわけじゃないですよ。僕こういうことをする人嫌いだし、僕自分もしないんですけど、とはいえこれプレイヤーを攻めるとなるっていうのはお門違いというか、もうそもそも運営がですね、このサブアカのことを想定して穴塞いどけよっていうのが本筋かなと思うんですよね。はい、解決方法としては、まあ、いくつかあると思うんですけれども、まあ一番はアカウントの作成制限ですね。はい、アカウントを作る数っていうのを制限しておく。で2番目がマップを広くするですね。でマップを広くするとなかなかですね、そういう領土の不毛の争いみたいなのも少し減るのかなと思っていて、あと誕生地点を決める、アカウント生まれたらここみたいなのをちゃんと作って、敵の領土の裏にですね、新しく新規作成領主を入れないみたいなのは当然あってしかるべきかなとは、はい、思います。なんでサブアカを敵のですね、懐の方に作ってしまうのかっていうところはですね、ちょっと不思議なんですけど、まああとはそうですね、こいつダメだなっていう人がいたら、それはやっぱり何らかのペナルティを大名家の中で与えるべきですよね。自分大名家から追放するとか、まあ、悪用してしまったらいけないんですけど、そのいじめみたいになってしまったら、とはいえ何のペナルティもない現状をスパイと書いても手が出しようがないっていうのもちょっとあまりにも不健全かなと、
はい、思います。まあそうですね、信長の野望波動ですね、いろいろとこう領土のところで不自由なところがあるゲームだなって思っているんですけれども、まあ一番このサブアカのところがですね、一番ちょっとこう課金で殴られるよりもさらに理不尽だなって思うことがあって、結構アンフェアだなって思うんですよね。ここを直してくれないと嫌だなって思ってやめちゃうプレイヤーも出てくるんじゃないかなと思うと、はい、運営さんはここを早く認識してですね、正月休み早々、はい、申し訳ないですけれども、どんどん修正してもらえればなと思います。見つかったものはしょうがないですよ、ぶっちゃけ。はい、あの僕も CBT とか参加させてもらったり、事前のビルドとかも、まあ、ライターの立場上で触らせてもらったりしたんですけど、気づかないんですよ、ぶっちゃけ。はい、だってもう参加してるプレイヤー10人とか20人とか30人いたとしても、何十万人のプレイって想定できないんですよ、事前のテストプレイでは。それは人間である以上しょうがないんですよ。ただ見つかった後は大変だと思うんですけど、なるべく迅速にその穴を塞いでいって修正していくことでいいゲームになるのかなと、はい、思いますので、見つかっちゃったからにはですね、あ、こんな悪いことするやつがいるんだと思ったら、どんどんですね、運営さんの方で仕様を塞いでいただければと思っております。はい、私は今日は以上でサブアカ問題について話させていただきました。はい、ちょっとそろそろですね、攻略というか編成とかそういうのを調べて発表したいなと思いますが、今日は残念ながらこういう形になりました。引き続きまたチャンネル見ていただければ嬉しいです。今後ともよろしくお願いします。ありがとうございます。チャンネル登録お願いします。